はい、どうもこんにちは、ピアさんです。今回ですけども、誰でも簡単にヘラクレスまで上がれる編成の組み方と立ち回り紹介していこうかなと思います。で、先日ですね、そのキャラクターランキングっていう動画をね、出したんですけども、あれってね、すごい、最先端のその流行とかトレンドとか環境の最強ハンターとか最強サバイバーに対するそのアンサーとかを求めた結果のランキングなんで、まあどうしてもねレベルが高くなってしまうと、まあそこでね結構そのコメント欄でいただいたのが、今マンモスだから逆に参考にしづらいみたいな、逆にじゃあ何使ったらいいのか分かんないよって意見が結構あったので、それにお答えしようということで、今回はそのマンモスとかシカとか、まあ最近始めた方が簡単にねヘラクレスまで上がれるような編成の組み方とか、まあおすすめ編成とか立ち回りを今回実際に紹介して、それをね実践していこうかなと思います。じゃあまずはね、勝つためのおすすめ編成紹介する前にですね、これだけはね勝率下がるのやめた方がいいという編成を紹介しようかなと思います。これね、ほんと野良でよく見るんだけど、一例で言うと祭司、心理学者、担当者、ポストマン、もうこれねよく見るでしょ。これもうこれ何がいけないっていうと、明確なね救助キャラクターがいないことなんですよね。まあ祭司とかも救助いけるんだけど、でも救助っていう救助がほんといないじゃん。でいないがゆえに、じゃあ誰が6あの危機一発持っていくって話になって、あんまよくわかんねえから、じゃあ俺も私も持っていくかってなって、なぜか全員危機一発持ちみたいなことが本当によくあるの。でこの編成だってさ、もう祭司以外全員本当は左右適正のキャラクターだから、もう6持つ必要がないキャラクターがなぜか3人もね持っていってしまっている。もうこれ地獄です。もう本当にファーストチェイスで全てが決まってしまうような、もうギャンブルパーティー。もうこれでファーストチェイスで、まあ、うまくいったとしても、救助以降にもその救助指名手配一つで潰されちゃうし、なんなら全員その中間で見つかったら救助狩りされちゃうようなキャラクターしかいないから、本当ね救助シーンでね終わっちゃうパーティーですね。じゃあ勝率上げるためにどういう編成の組み方したらいいのって話なんだけど、それが、役職名で言うと救助キャラクター、当番キャラクター、当番キャラクター、サポートキャラクター。まあサポートっていうのはチェイス補助ができたりとか、まあ粘着とかそういう感じのキャラクターだね。でまあもちろんね例外もあって、当番のとこがまあ技師とかポストマンとかそういう爆速寄りになったりとか、逆に祭司とかまあ重めになったりすることもあるんだけど、まあ基本はまあやっぱ全部これよね。救助、当番、当番、サポート、もうこれが本当に一番いい。まあサポートがいることによって、まあチェイス早めに終わってしまったとしてもどっかしらで巻き返せるし、で救助がいることによって安定もするし、で当倍がいるからまあ事故りにくくっていう感じで、本当にねこれが安定してます。まあ基本は本当にこれ。じゃあこの役職にどのキャラクターを当てはめたらいいのって話なんだけど、まあ今回ねお話しするシカから勇士、まあハンターでいうとこのクロコダイルから蛇竜っていうのは、ヒドラとかあのヘラクレスに比べてそのトレンド性がねそこまで少ないんだよね。っていうのもやっぱ始めたての人、まあ新規層も入ってきてるし、まあそこまで第五人格を第一にやってるって人じゃないから、まあもそもそも自分が慣れているハンターだったりとか、まあ、そもそも使い始めが使いやすかったりとか、安定して引き分け以上が取れるキャラクターっていうのがすごい好まれる。でこれがねハンターがね特に多くて、まあ、一番その当たってて多いハンターっていうのが、まあ、グレイス、アン、ゲイシャかな。まあ、今の環境はねほんとこの辺のキャラクターが安定して引き分けも取れるし、ワンチャン勝ちも全然いけるし、そもそも一発目から使いやすいってのでめちゃめちゃ人気で、俺もサバイバーね毎回やってもヘラクレス行くまでぐらいしかあんまやんないから、で今もランクリセットが入ってからマンモス1位だから、多分ね見てくれてる方とすごい近いぐらいのランク帯だと思うんだけど、それでもやっぱねグレイスが圧倒的に多くて、でそれでアンゲーシャー、まあ、他にも泣き虫だったりとか、まあ、いろんなハッサーとかいろいろいるんだけど、まあ、それでもやっぱ一番多いなって感じるのはグレイス、アン、ゲーシャかな。まあ、本当に分けも取れるし、まあ、この辺のハンターが多いんで、まあ、基本的にはグレイス、アン、ゲーシャー、まあ、この3人のキャラクターに対して強い、編成を今回、考えてきました。さあ今回の本題、俺が一番おすすめする編成っていうのが、まず救助枠が傭兵かオフェンス、まあ大体占い師とその傭兵とか占い師とオフェンスどっちかがバンされるか、残った傭兵かオフェンスどっちかは絶対に入れてください。でオフェンス使いってまあなかなか人口が少ないんで、オフェンス使えない場合はまあ事前で墓守が出てくるかな。一等公開者はねちょっとアンに対して弱かったりするから、まあちょっと墓守の方が優先度高いかなとは思います。まあ基本的にまあ絶対傭兵かオフェンスは入れましょう。で当倍の枠に担当者と極霊師で、サポートの枠に祭司、まあこれがね、今回俺が選んだ一番安定するキャラクターかなと思います。で理由がまあいろいろありまして、でじゃあ呪術師どこ行ったんって話なんだけど、呪術師がね強いのってガラティアとかそのウィルとかその辺に対して強いから、でもこのランク帯ってねウィル、ガラティアマジでいないの。まあ魔女もそうだけど、本当にめちゃめちゃ強い SS 級のねハンターとして本当に全然いないんで、まあたまにいるけど、まあ、本当に人口実態は少ないんで、そこを強く見るっていうよりはやっぱりね非常に使いやすくて使われているハンターグレイスとかを強く見たいんで、それに対して、極芸と担当者を今回ピックしました。まあオフェンスバンされたとして、今回選んだ傭兵、極芸師、担当者、祭司ってまあどちらかといえば引き分けにもよりやすいんだよね。なかなか勝ちにくかったりもするかもしれないんだけど、まあそれでもやっぱそのキャラクターの使用難易度とか考えた時にはまあやっぱこれが一番いいかなと思います。で本当に俺がおすすめしたいのはバッツマンなんだけど、今言ったグレイスにも強い、アンにも強い、芸者にも強い、泣き虫とかにも強いし、でハスターにも強いし、もう全然ね苦手なキャラクターがいなくて、
まあ、本当におすすめなんだけど、まあ、その分回復も遅くなっちゃうし、まあ、ちょっと敷居が高いかなということで今回は外しました。もうめちゃめちゃ勝ちに行きたかったら、まあ、傭兵オフェンスのどっちか、極芸単行したバッツマン、これね非常におすすめです。でついでに人格についてなんだけど、まあ、傭兵オフェンスはもちろんキキーパスを持っていって、で傭兵オフェンス以外のこのね、極芸単行祭司の3人が、多分追われると思うんで、この3人誰が追われてもいいように、まあ、もちろん祭司も追われちゃうから、まあ、極芸と祭司がキキーパスを持っていって、単行者は祭を持っていくのが一番いいと思います。だからキキーパス持ちが3人で、単行だけ、左右の編成が多分非常にね安定すると思います。でこの編成はすごい安定性高くて、っていうのもね、その極芸も単行も祭司も全員が自分がチェイスしなかったとしてもチェイスに関与できる、まあ、全員がサポート能力を持ってるから、まあ、非常にね攻撃力も高くて、その逆転性能も高いのがやっぱそれがいい。で今回心理学者とか採用しなかった理由っていうのが、まあ、どう頑張っても心理学者とかって受け身のスキルになっちゃうから、まあ、それがどんどん後手後手に回っていって、分け以下の試合がね多分増えていっちゃうかなと思います。でこのランク帯っていうのもやっぱ始めたてのサバイバー多いと思うけど、逆に言えばその対戦してるハンターもさ、始めたての人とかまだ慣れてない人が多いわけだから、そのうちからねどんどん受け身に回っちゃうよりかは、どんどん攻めた方が俺は勝てると思います。はい、それではこの編成について詳しく喋れたので、この後実戦で動かし方を見ていこうかなと思います。でこの試合ねめちゃくちゃ救助狩りとかディリしまくってるけど、それでも勝ってるからね、もう逆にこのあこんだけミスしてもいいんだっていうのが非常に参考になると思うので、よかったら見ていってください。はい、それでは実際に遊んだ映像を見ながら今回解説していこうかなと思います。で今回は一番負担の大きい祭司をピックしてきました。やっぱ祭司もねいるだけだとただただ解読の遅いキャラクターになってしまうんで、まあそのチェイスの関わり方とか補助の仕方とかロングアープの使うタイミングとかをお話ししていこうかなと思います。で、まあ、大体まずここで始めて、まあまず基本だけど、ちゃんと味方の位置見て、傭兵が墓場で、単行者が S 字かな、 S 字で、反対側ゲート付近で極芸がチェイスしてるっていうのを把握しました。で大体よくいる最初はここでロングアーブ繋いでなんかやってる人も多いんだけど、今時のハンターってすごい瞬間移動を持ってきてる人も多いから、ここで繋ぐっていうよりは2代目3代目とか、その残り2台になってから繋ぐとか、あとはその立て直し用に持っとく方が強い場合もありますね。まあ今回特にアンだったから、まあここで使ったとしてもまあそんなにロング入ることもないしっていうことで温存してます。さあ今のところ一発殴られた。でここでちゃんとね、ハンターが今どの辺でいるのかっていうのを赤いね、ハイライト見て確認します。で、ワープとかなんだけど、まあこのぐらいかな。まあここで張った理由としては、まあここでワンチャン入れるかなと思って張ったんだけど、まあさすがに、さすがに無理でした。まあゲーム始まってすぐ張っちゃうと、ワープって勝手に消えちゃうから、まあこれ近そうで入れそうと思ったら張ってあげるのがいいかなと思います。あとは、見つかまっちゃったとか。で、椅子が見えて、であそこなんで、まあ今回普通にね、しっかりと傭兵に救助行ってもらいます。で、まあ今回あそこの椅子だから、結構ね、ここは強いワープが作れるから、しっかりとここでついてきてっていう、ついてきてっていうチャットをね、しっかり打って、自分の存在をアピールして、ちゃんとね、板を倒して、入りやすいワープをここで、ここで3つ消費ね、ここでさっきロングワープ使ってない分、しっかりここで全部使えるから、それがね、一番いい。で、これね、これ俺一緒に救助行ってあげればよかったなぁ。DD しちゃってるから、これもったいないね。まあまあ、全然大丈夫。で、ここでなんとかワープにさえ入れば大丈夫。これマジで偉い。うん。救助、そのなんだろう、救助される人、まあ、チェイスしてた人って案外このサポート来てくれてることに気づかないことって多いんだけど、ちゃんと見てくれたのがありがたいね。で、これが、まあ、関わり方。で、ここでちゃんとね、一段上げた単行者が持て余してた磁石で、若干のその粘着を入れていくと。で、ここで、まあ、多少チェイスが伸びてるから、まあ、自分の暗号機をやる。まあ、これによって、まあ、その自分の解読サイズとか遅いし、今回傭兵が DD しちゃったんで、その分、チェイスを稼がなきゃいけないんだけど、まあ、ちゃんとね、キーパス以上にめちゃくちゃ伸びてるから、こういうサポートが、引き分けを勝ちにするとかっていうのに大事なものになってきます。で、ここ1段上げ切って、ここの段階で残しておいたロングアップが力を発揮するわけよ。で、ここで使って、しっかりと傭兵を呼んで、ダウンしてる人をやるんだけど、これは、もしや線の上かと思って、今これ焦ってるね、多分俺は。で、無事繋ぐと。まあ、基本的に DD しちゃったら、基本は本当にね、DD したら、まず、サバイバーが勝つのは難しいんで、立て直しでいいと思います。まあ、こんだけチェイス伸びてたら、この治療まではいらんかったかもしれん。治療せずに、傭兵には自分のやりかけ戻ってもらって、俺が新規近場で回しとくのが、まあ、多分一番最適解だったかもしれない。まあ、こればっかりは難しい。で、俺が新規行こうとしたんだけど、まあ、これは本当俺が新規やった方が良かった。なんでかっていうと、さっき傭兵が救助行ったから、次救助行くの俺なんだよね。これ、俺が救助行かなきゃいけないから、こんだけ遠い場所から、まあ、もう一回ロング、入ってもよかったんだけど、場所が分かんなかったからこっち側から行っちゃったんだけど、まあ本当はね、あそこでスムーズにやっておけば、傭兵が今頃自分の海賊のとこ戻れて、俺が近場で待機っていうのができたから、もっと安全にはいけますね。うん。
んーで、ここまあさすがにここで目視されちゃったからちょっとやべえなと思いながら球場行ってますね。んーで、残り2台で、で、炭鉱も新規回して、で、傭兵も新規回してるから、傭兵のあれが、ここで救助がされていく。まあでも、これでも勝てるから、安心してください。まあ本当はここで、1台上がってるんで、暗号機が。残り1台を炭鉱が回して、っていう感じなんで、まあもうちょい余裕はあるけど、まあでもまあ、全然大丈夫。そこまで完璧な立ち回りをしなくてもいいっていうのを今回見せたいんで。で、まあ残り2台、まあなかなか厳しい状況だよね。炭鉱が、6割。で、傭兵は救助っていう感じ。まあ、こっからね、こうなったらもう、その、なんて言うんだろうな。まあ、とにかく3人でどうやって生き残っていくかっていうのを、まあ、考える。まあ、どうやって2人逃げしようかっていうのを考える方がいいと思います。で、救助来てくれる。で、この案の人、うめんだよな、救助狩りが。で、これでうまく半分超えさせられて、やばいねっていう状況に、またなってしまいました。うん。で、まあ、こうなったらもう意地でも壁してもらって、で、こうやってスキルはちゃんと、サバイバーのスキル使って、相手のスキルを無効にしていくと。で、ここ、これないっすね。肘当て引っかかっちゃったかも、肘引っかかっちゃったけど、その今、鬼没も何も使ってなかったから、今のは鬼没警戒で肘当て使ってくれたから、もうこういうシーンだったらもうガンガンアイテム使っていいと思います。で、ここしっかりと内側インコース入って走って、で、ナイス、いい感じにね、猫を無効化してくれて、もうここの一生苦しいよね。これでなんとか、残り 10% ぐらいまで来てる。で、こうなったらもう通天見えてくるから、ここはね、あとは、一番最後に殴れる位置を調整します。まあ、やっぱ理想はね、強ポジ。自分がゲートとかハッチにワンチャン行ける場所に、逃げていくのがいい。まあ、これ今回ハッチの場所とか全然知らないから、とりあえず中央付近に行ってます。これよくあるのがね、ここで通電するじゃん。はい、通電しました。こっから時間を稼ごうっていうチェイスをする人いると思うんだけど、ファーストチェイスみたいに。それはね、絶対間違い。こっからは逃げるための、逃げ切るためのゲートに向かうチェイスをしなきゃいけない。時間稼ぐだけだと、そこで終わっちゃうんで、こっからは、確実に逃げれる。まあ、今回俺はここにね、ロングアップあったんで、ロングアップを目指したチェイスをしてます。もう確実に逃げる。それをね、意外と知らない人が多いから、なんだろうな、例えば病院の強ポジでずっとチェイスしちゃうとかっていうのがあって、あそこってさ、本当に周りなんもないから、ゲートインを迎えないし、ハッチンを迎えないってことはよくあるんだけど、まあ、ちゃんとね、脱出につながるチェイスを通電後はしましょう。で、ここでまだ追ってきてるから、どこにちゃんと猫を設置したかを見て、まあ、この辺はね、まあ、普通のチェイスだね。ちゃんと猫が通り過ぎてから逃げる。うん。で、ここで卓がめちゃめちゃあって、反対側引き返して傭兵行くか、で、炭鉱行くか迷ったんだけど、まあ、猫のね、案の読みがちょっと外れたっぽかったんで、反対側ゲートに向かって、このまま、フィニッシュとなります。まあ、こんだけ、救助狩りもされて、まあ、ダブルダウンもされたんだけど、まあ、しっかりこの、サポートとかをすれば、チェイスも伸びるし、安定しますよというのを、今回ね、お伝えしたかったという動画でございました。まあ、何かのね、参考になれば、今回幸いでございます。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。